え39歳男です。自営業に失敗して借金500万円あります。来月就職します。転職先、年収300万。え銀行にしは消費者金融にしゃリボーバラインです。両親が住む実家の名義が私です。ホテルスに相談したところ、自己破産、実家が取られる個人再生、借金がほぼ減らないとのことです。え踏み倒したいんですが、転職先の給与差し押さえていと思います。さらに年内に結婚予定です。アドバイスいただけますと幸いです。踏み倒せばいいんじゃないの あの、まあ、転職先の給与を、あの、個人事業主という形で、あの、会社に振り込んでくださいって言って、その会社を奥さん名義とかにしちゃうと、あの、抑えられなかったりするので、なので、あの、借金なんか別に踏み倒したかったらいくらでも踏み倒せばいいと思うんですよね。僕多分、踏み倒した借金の額でいくと、あの、何十億とかになるしですよ。はい。<laughs> なので、あの、踏み倒したがちなんで、あの、レッツ踏み倒し。はい。